こんにちは、アリスの飼い主サチです。今日も一人でお帽子アムアムクラブを始めたいと思います。チャンネル登録してくださって皆さんありがとうございます。さてさて、だいぶ雨降ったんですけど、アリスのお首に合うかなと思ってちょっとかぶせてみました。まあ、指も1本入るし、まあ、こんな感じでいけてるかなと思うので、このままもう少し首周りの段数を増やして編んでいきたいと思います。それでは始めます。1日でね、だいぶ編めたと思います。これでやっと一玉が終わった感じなので、今から二玉目に入っていきたいと思います。結構編めた、一玉で結構編めるでしょ。なかなかね、毛糸も可愛くて、あの細編みしかしてないのに、あの毛糸が可愛いのでこんな柄になります。ちょっとシュッとしてる感じで、ここをちょっとね開けて、ここからこう顔をね出せるようにしていきたいなと思うんです。こう上にこうフードみたいな、かぶせるみたいな感じにしていきたいと思います。お、編みながらね、考えながら違うかなとか、いろいろ考えながらやっていきたいと思います。編み図がないのでもう適当です。鎖編みと細編みとができたらいいかな。あ、そしてこれが新しく買いました、かぎ針編み基本の基本っていう本です。もうとってもね、わかりやすいです。もう本当の基本の基本です。で、他にもいろんなね、あの出版社からかぎ針の基本とかいう本がいっぱいいろいろあるんですけど、この本にした理由は、まず写真が大きくって、もうなんせわかりやすい、大きくってわかりやすい、それが一番ですね。毛糸で編んでくれてて本当にわかりやすいです。なのでこの本を買いました。そして本を開けると、そのページがこう閉じないようになる仕組みの本なので、編みながらゆっくり、あの本を見ながら編めるので、とてもいいなと思います。お値段は1500円プラス税でした。概要欄にちょっと探して 貼れたら貼ってみようと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。それでは本日も細編みを編んでいきたいと思います。私は全然わからないんですけれど、鎖編みと細編みと減らし目と増やし目とぐらいしかできなくって、それで1段編んで2段目に行く時って、こう裏返すじゃないですか。その裏返し方も分からなかったし、で、あとそうだな、まあ目のね、このここに刺したら一目なのか、それともどこに刺したら一目目になるのかとかいうのが分からなかったんですけれど、さっき紹介した本を読んでたら、私が分からなかったことが書いてあったので、分かったなと思います。ちょっとこれでね、いろいろ編んでいけるんじゃないかなと思っております。そしてちなみになんですけれど、このお帽子ね、サムネにはちゃんと完成した写真を載せてると思うんですけれど、多分私は邪道なことをしていて、下から編んでいってるじゃないですか、首
首の方からこう頭に向かって編んでってると思うんですけれど、多分頭の先っぽからだんだん広げるようにしてこう編んでいく方が編みやすいと思います。なので私は邪道な編み方をしているので、ちょっと参考にはならないと思うんですけれど、まあね、気楽に編み編みしてるという動画なのでこれでいいかなと思います。本当にだから知識がないのがわかるかなと思います。私の知識のなさを皆さんに見せているような感じですね。でも今回の帽子は一目も落とすことがなくちゃんと編めてる感じがするので、少しは上達したかなと思います。ゆっくりね編んでって、このねこのかぎ針を持っている手の持ち方がやっぱしおかしいでしょ。普通は鉛筆を持つように持つのにね、やっぱしおかしいです。なかなか綺麗にちゃんと一目ずつちゃんと編めてるかなと思います。細編みさえ編めたら作れると思うので、私よりもっと上手な方がいらっしゃると思うので、まあ参考には全然なりませんが、編みたいなっていう気持ちになってくださったらいいなと思います。ワンちゃんも喜ぶと思うし、とっても楽しい冬支度ができるかなと思っております。お水を飲みます。水分をしっかりとって休憩しながら飲んでます。本当はねコーヒーをね入れてね飲めばいいんですけれど、お水が美味しいので水を飲んでいます。こんだけ編んでくるとちょっとね編みやすくなってきて、結構調子よく編めてます。それでもやっぱし早い人に比べたら全然遅いと思うんですけれど、一目ずつ丁寧に編んでいこうと思うのでゆっくり編んでます。毛糸がね100均のものなのでちょっとね取りにくい感じもあるんですけれど、全然そんなのは構いません。子供の頃に近所の商店街の奥の方に手芸毛糸屋さんがあったんですけれど、子供の時毛糸すごく高かったので全然、今はもう一玉100円でいろんな可愛い種類の可愛い柄の可愛いカラーのものが手に入るので、本当に気楽に編み物が楽しめるなと思います。昔はね一玉も今でもそうですけど、ね、とっても良い毛糸はやっぱし一玉とっても高いんですけれど、こうやって小物ではないですけれどちっちゃいものだったらセリアさんの毛糸でも十分楽しめます。もうねちょっと手が疲れてきたので本日はここまでにしたいと思います。本日もありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。